成田空港は1978年の開港以来、日本の空の表玄関として主に国際線の拠点空港として機能してきました。空港ではインバウンドのお客様の増加によって旅客数が右肩上がりとなっていて、ピーク時間帯における混雑は激しくなっていたのですが、お客様の手続きにかかる時間短縮を進めることで全体の処理能力を上げていくことを目指しました。お客様にとって空港での滞在が快適となり、また航空会社にとっては業務が効率化されて、サポートを必要とされる方に対してより充実したサービスを提供できるようになっています。 Face Express は顔認証技術を利用した国際線の新しい搭乗手続きです。自動チェックイン機など空港で最初に立ち寄る機器で顔画像を撮影して、パスポート情報と搭乗情報が紐付けられます。その後の手続きはパスポートや搭乗券を提示することなく、顔認証のみでスムーズに搭乗手続きをすることができます。利便性が向上するだけでなくて、接触リスクも軽減され、安心安全スムーズな手続きとなっています。高い認証制度を、実現するためには、空港という光が大量にですね、差し込むような環境においても顔写真が正しく撮れるような仕組みというものを導入することが必要となります。光を遮る仕組みを入れたり、タッチポイント1台1台においてカメラの設定を変えてですね、最適化をするところを、実施してました。プロジェクトの実施にあたっては、 NEC さんがしっかりとした体制を組んで課題を一つ一つ深掘りしてくださいました。我々や航空会社が課題を理解したり判断しやすいような環境を整えてくださいました。それからオペレーションを十分に分析していただいたことで、本当に必要とされている対応が何なのか、私たち自身の整理にもつながりました。こうしたことを通じてプロジェクトに参加する各社の共通理解が図られまして、非常に良いサービスに仕上げることができたと思っています。航空業界の標準という形に融合させる形での顔認証による搭乗プロセスというのを実現することができました。旅客の方、需要が戻ってきた時に、スムーズに搭乗いただける、かつ非接触という新しい世界でも有効活用いただける仕組みだと思っています。さらなる、性能ですとか機能、使い勝手の向上を、果たしていきまして、世界中の空港で我々が今回作り上げた仕組みを使っていただければというふうに考えております。乗り継ぎの空港で一から利用登録をしなくても同様のサービスが利用できるようになると便利ですので、海外の空港や航空会社と連携を模索していきたいと思います。海外旅行の際にはシームレスな手続きが実現でき、皆様から便利になったと言っていただける環境を作っていきたいと思っています。Orchestrating a Brighter World, NEC